テロ攻撃を受けた風火祈り宮風火祈り宮、放火事件とは、1975年9月15日に、三重県伊勢市の伊勢神宮内空境内で発生した、放火テロ事件。日本の新左翼の共産主義者同盟戦機派が起こした、事件である。1975年9月15日午後0時20分。 伊勢神宮内宮境内にある別宮風品の折宮の水垣御門が燃えているのを一人の参拝者が発見し、500メートルほど離れた神楽殿にいた神職に、あのお宮はいつもああやって燃えているお宮なのですかと尋ねた。発見者は、風日のみの宮という読みから、日の宮と早が転し過激派のテロとは思っていなかったという。驚愕したは直ちに現場に急行し、 玉砂利をぶつけ、縫いが墓まで火を覆うなどして何とか消し止めたが、水垣御門が反射してしまった。現場近くから、アジア人民の決裁にかけて、天皇訪米絶対阻止、共産主義者同盟戦記派と書かれたアジビラが、発見されたことから、公安警察は、共産主義者同盟戦記派の犯行と断定した。A.B. 笹敦行。 菊の拷問章と火炎瓶文春文庫2011年182ページ笹厚之幸、菊の拷問章と火炎瓶文春文庫2011年185ページ井口慎太郎伊勢島サミット危機管理警備の課題は西に聞く毎日新聞2016年5月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年5月29日閲覧 笹厚幸、菊の拷問章書と火炎瓶文春文庫2011年18万7188ページ。ありがとうございます。